ね、今日はちょっとかなえさんと一緒にね、この金さくの花の歌詞を紐解いてみたいと思います。さて、金さくの花というのは1番から10番まで歌詞がございます。ただ1番から10番までやっていただき終わってしまいますので、今日はですね、かなえちゃんがよくライブでやる、かなえちゃんが好きな番号ってのがあるんでね、1番、4番、6番でね、1番、4番、6番の歌詞を皆さんと一緒にちょっと紐解いていきたいと思います。読んでもらってもいいですか？ちょっとかなえちゃんのね、一緒に口で。じゃあ、あ、すごい、わ、金さくの花、집에서지니스미티우야는시부터야지금이스미니完璧ですね。ありがとうございます。いい声。金さくの花は地味先に住めて、親のよしごとや自分に住み、高校の時の私の心をね、宿題ってくれたいい歌詞でございます。金さくの花、赤い汁が出てきます。それを女の子は爪の先に塗るんです。ティンサグの宝石花の花は爪の先に塗って、そして親の言うことは心に染めなさい。歌詞でございますね。沖縄では古くからこの宝石花の花を、マジムっていう、これおまじないですね、魔除けのおまじないとしてやっておりました。それで女の子が宝石花の汁を爪につけたということです。さあ、それではかなえちゃんが好きだというこの4番の歌詞、また皆様と一緒に紐解いていきたいと思います。ごめんなさい、もう一度読んでいただけますか、かなえさん。タクラダマヤティン、ミガカニバサビス、アサヨチモミガジ、ウチヨワタ。これは、これ私の解釈ですけども、こんな感じだと思います。いきなりギャローが出てきましたけど、ギャローがなんか磨いてますか。そうです。どんな素敵な高価な宝物も磨かなければ錆びてしまうよ。朝と夜と心を磨いて世の中を正しく生きていきましょうというね、こんな歌詞です。おばあちゃん喜んでますよね。たまに電車の中でこう席をおばあちゃんに譲る若者なんか見ると、これこの歌詞を思い出しますが、まあこれが4番では、ではかなえさんの好きな6番、これもまたいい歌詞でございます。ちょっと聞いてみましょう。なしは何事も萎えることやしが、朝の良いからどならぬかよ。これを読んでわからないので、わかりやすく絵に描いていきました。こんな感じですね。あの先輩素敵、今日こそこのラブレターを渡して告白しよう。1年後、残念ながら渡すことができなかったラブレター、先輩は他の女に取られてしまいます。くそ、あの時ラブレターを渡してれば私があの先輩の隣にいたのに。いつまでも見てるだけじゃダメだぞと、何事もやってみないとわからないよ、達成したいことがあったらやりなさい、そういうね、おばあからの言葉でしょうか。これが1番、4番、6番の歌詞でした。まあ、ちょっとですね、実はすみません、もう一個だけ、やらせていただきたい。これ私の好きな歌詞で8番っていうのがあるんです。ちょっとね、見ていただいて、あれじゃごめんね、1、4、6しかやらないと8まで書いてきちゃった。ちょっと読めも読めも読め、はい、あっちん喜ぶな、失って泣くな、人の良し悪しや後どしよる。ありがとうございます。後どなんですね、後でじゃない、これね、私も実は分からなかったんですけど、あてに喜ぶなっていうのは、本当ですね、いくらお金や物がねあっても喜ぶんじゃない、そしてまた失ったからといって嘆き悲しむんではない、人の良し悪しや持ち年よりこれがいいんですよ。人間の良し悪し、人の評価というものは最後の最後になってようやく分かるものだ。私もですね、紙芝居をやっていて、まあ、波乱に満ちた人生を送ってますが、まあ、最後の最後はですね、たくさんのお客さんの前に囲まれて紙芝居をやっておばあちゃんになって、まあ、死にたいと思いますと、まあね、そういうことでございます。今日は皆様に金さくの花の歌詞を聞いていただきました。どうもありがとうございました。